こんにちは新鮮堂薬局鈴木にやきですえー、私あの10日間チャレンジっていうのをおすすめしてるんですけれどもね、えー、それはオメガ3のサプリメントを飲むっていうこととあのオメガ6を排除するということと、えーまあ、排除ってあの取り過ぎようでだよねまあそういうことをセットで、えー、やっていきましょうでそれプラスあの、えー、サプリメントあの栄養サプリメントみたいなやつをつあの取った方がいいですよってことをご紹介してます。 であのこれを聞いてくださっている方々はもうね、あのーまあ、自分で問題がな,ないってことでいいっちゃいいんですけれどもあのほとんどの方が低栄養状態だってことはあのご理解いただきたいんですよ例えばあのこの、えっと、これ、えっと、と前にあの栄養検査っていうのを私やったんですけれども、えー、これ私の場合にはほとんどのやつが、まあ、十分取れてたナトリウムだけ過剰でビタミン B6 だけ少し足りないのかな まあこれは酒飲んでるからしょうがないんですけどね。で、えー、まあまあまあいい方なんですよこれ。でうちの女房なんかもまあこんな感じ。でもまあこのモリ森デン、えー、カリウムっていうのは不足してますよね。で、えー、当然なんですけどああのまあ、夫婦同じようなものを食べていてで、えー、まああの10日間チャレンジってずーっとやってるわけですからで当社のスタッフもあの 10日間チャレンジっていうのをもう続けるということで、えーまあ、入社の条件がそういうことになってるものですからねだから同じサプリメントを飲んでいて食事も改善してるけれどもスタッフでもこんなに、えー、栄養が足りないでおそらくなんですけどうちのスタッフたちまあ私の食事も食生活もそうなんですけどうちのスタッフの,あの食生活っていうのは多分上位5%に入ると思いますおそらくね でほとんどの方はそれ以下なわけで,でこれも他のスタッフですけどねやっぱりもうこんなにあの同じサプリメントを飲んでてもこんなに、えー、取れていないものがあるでこれも他のスタッフですけど、まあ、これもちょっといまいちで、えー、一番言いたいのはですねここら辺は足りてるでしょ、ねえー、ビタミン B1B2 ダイヤシンっていうのがでこの辺は B6 っていうのもそこそこ取れてるわけですけどこの辺が エネルギーを作るあのえ時に使われる栄養素なんですよ。で、えー、このスタッフの家族のやつを見ていただくと分かるんですけどもうねこの,、えー、あのなんだエネルギーを作る栄養素がもう全般的に不足してるでそれ以外のやつもあのね足りないわけですけど、まあ、うちのスタッフとのがの ご家族の方々でもあのサプリメント取らないとこんだけエネルギーが作れませんよう状態になってる、まあ、全般的にもちろんねスタッフうちのスタッフ働いてくれてるスタッフよりはあのやっぱりあの栄養状態は悪いんですけどで,、まあ、でもスコアとしてはそれでも70点台っていうのはあくまでもそのうちのスタッフたちがあー頭が働いている状態で食事を気をつけてるからこのレベルなんです。 ね、だから、まあ、そ,そうでない方々があの栄養足りてるわけがない、ね、これがんかもう本当にねあのだいぶ足りてないでしょ、まあ、そういう現実があるということをまずはあの認めていただいた上で、えー、自分たちがどういうふうに、えー、行動していくのか、まあ、食べ物だけでなんとかやろうっていうのならば、まあ、少なくとも農薬が入ってない、ねえー、食材を揃えるとか まあ水を気をつけるとかねやることはいくらでもあるわけなんですけどでその状態でね例えばお子さんがいろいろ問題があるっていうのを何、えー、て言うんですかね必殺何かの必殺技であの解決しようということ自体があの私は頭の働きがあ悪くなっていることが原因だと思いますので、はい、そのことをお伝えした上でねちょっとあの 驚くような話をちょうど、えー、今日英語の先生先週ピアノの先生からいただいたんですよ。で今日英語のね個人レッスンやってる方がね、まあ、大変あの、えー、こと今年去年ぐらいからか、あのー、小学生に入,な入るか幼稚園かぐらいで、あのー、子供のに、えー、あの英語を教えてほしいという。 依頼増えたとで生徒が増えたのはいいんだけれどもあの3分としてじっとしていられないで本当にあの物覚えが悪いというかあの物事を説明しても理解できない子が多くて困っているとででそれこそ今日中学1年生の,あの女の子の話を聞いたんですけれどもその子はえー あまりにもあのその英語を覚えてくれないのでえっとあだからもう2年生になったのかあのえっとそのあんまり覚えてくれないので文法を教える時にあの英語の文法を教える前に日本語で動詞っていうものはどういうものがどういうものか分かるみたいな話したんですって。でいくつかあの単語で、えー、あの紙に書いて、えー「動詞ってどれ?」っていう話を聞いたんですって。 うん、そしたら、えー、動詞というのが動きがあるものだっていうことは本人がわかるとうんでも文法のことはあんまりわかんないけれども多分これだって言って、えー、指をさしたのはなんと「猫とおばあさん」っていう言葉意味わかります <laughs> 猫とかおばあさんは動くから動詞って言ったんですって中学2年生ですよ はい、だからもうほんとそのレベルで決してあの私はその子が悪いのではなくていつも言ってますけど結局その子のご両親ご両親というか親があ何を作っているかがそういうことになっている。でこのピアノの先生も先週聞いたとき言ったときにこのピアノの,の前に座ってられない問題というのもあの結構な人数い,いらっしゃって30分のレッスンなのにもうね 初めのほんの数分であの席に立っちゃうのでレッスンにならないんです。で一番困っていらっしゃるのがあの楽譜をいつまんで立ってもあの今日聞いた子はえっと小学校五年生なのに、えー、週一回見えてて四ヶ月経ってまだあのあの楽譜のドレミファソラシドを覚えてもらえないんです。 だ4ヶ月経ったっていうぐらい1ヶ月まあ、4回来たとしても16回来ててでまあ、もちろんあの家でも練習しないみたいなんですけどねでもそれにしても楽譜のドレミファソラ指導を未だに分かってくれないということでどうやって教えればいいか困っちゃってるっていうまあもちろんその英語の先生も全然あのそのそ生徒さんたちがあの物覚えが悪いっていうことで困っちゃっててでもう。 本当ねあの2人とも私のお客様でもあるのであの本当に、えー、親に対しての食事の指導をしてからじゃないと子供にもものを何かを教えるということができなくなっちゃってるっていうねえー、ことをおっしゃっていたんでまあ本当にあのー、まあ今日お話ししたいのはね低栄養ということ自体があのー、まあ えとあごめんなさい、今の話っていうのは、この,あのニューロンのね、随鞘化、絶縁体ができるっていうこと、できるんですけれども、それが不十分だっていうことが関係していると、私は思っているんですよ。まあ、ほぼ間違いないと思いますけれども、まあ、あのその辺のことをね、また詳しく知りたい方は、こちらを読んでください。でとにかくですね、あの冒頭の,そのオメガ3のサプリメントを飲むとか、エゴマを飲むとかっていうのは、OK なんですけどね。 あのそれはお勧めはするんですけれども、えー、それであのそれが十分条件ではないということを理解してほしいんですよ。で、えー、確かにそのオメガ3を取ることによってあのこの脳の随鞘化っていうのはああのまあそれ,はそれがないと随鞘化自体も進まないんですけれども、えー、こちらの,あのニコチンさんですよね、えー、ミエリン形成とニコチン酸ということで。 ちょっとご紹介しますミ、えー、エリン形成前の胎児の脳の脂質組成は他の臓器器官と類似している。ねそれがミエリンの形成とともに白質や末梢神経組織では特に脂質の増加が著しいまあその中で、あのーまあ、DHA がね、えー、特に必要だということなんですけれども。 まあ随所化っていうのは前に、ね、ご説明しましまたよねこ,この周りにオリゴデンドログリアあのニューロンですねこのが青いとこがこのニューロンの軸索の周りを、えー、オリゴデンドログリアというものがぐる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 巻きついてでこのことによりあのぜこれが絶縁体だものですからあの情報の、えー、伝達スピードがすごく速くなるということなんですねで成熟脳は栄養不良や飢餓に対してかなり耐えることができる。 だから大人の脳っていうのは DHA の脳半減期っていうのは全く取らなくても、えー、2.5年、ね、で子どもの脳の場合にはあのまだ成長を続けているので、えー、まあこれは何度も言ってますけど特にあの重要なのはあもう、えー、妊娠末期から2歳のやつです、はい、で脳発達の重要な時期に栄養不良に遭遇すると 脳脂質は正常な素性を取りえない。うんでえーまあ、正常な素性が取りえないということは、こういう、ねえー、ミエリン形成もうまくいかないということになるわけなんですけど、でミエリン形成期にニコチン酸、ニコチン酸というのはビタミン B3、アシンとも呼ぶんですけどね、えー、ニコチン酸欠乏飼料を飼料で飼育したラットの脳では、ミエリンの形成が抑制されていることを明らかにした。ね、ですからあのー まあ、オメガ3をちゃんと取っていてもニコチン酸が足りなければあミエリンがちゃんとできないんですよ。ねまあ、これは本当に簡単にそれをあのご紹介するだけなんで,でミエリンは1 0日例以前のラット脳にはほとんど存在しないがミエリン形成期と言われる生後20日例から30日例にかけて、えー、盛んになると、まあ、脳のミエリンがこの期間に急増するということで。 えー、それを人間に当てはめると、えーまあ、胎児あの脳もミエリンというのはほとんどないわけですよね。でそれが出産後授乳中に、えー、急速に、えー、増えてで2歳ぐらいまでで本当に、あのーまあ、大きく、えー、そのミエリンの絶縁体ですよね絶縁体の形成が 急速に進むとということなんですねですからその間にあのオメガ3はもちろんなんですけれどもこの内野心が不足すると、えー、そのミエリン形成がうまくいかなくなってしまうつまりはあ情報の伝達速度が遅いままになってしまう、まあ、もっと言えばあの漏電してしまうあ,のある意味で言うとこのミエリンが形成されるっていうのはあの絶縁体ですから。 電気信号が漏れないようにするってことなんでこれが進まなかったら漏電しちゃうので、えー、あの情報があ漏れてしまうだから例えばものが覚えられないっていうような類のこともあの容易に起き,起きてしまうまあそのぐらいにあの何て言うんですかもう今子どもたちにあ食べさせるものという,う食べさせているものが本当とにオメガ6が多くなっちゃってるので。 えー、このミエリンの形成の,あ,のあれですよねで、えー、先ほども申し上げたとおりほとんどの人がもうあのこの人たちはおそらく、えー、でさっき言った通り上,上位5%の食生活をしている人でこ,このぐらいなので、えー、ほとんどあの無頓着のお宅はもうこ,こういう検査したら悲惨な状態じゃないですかね。 あこれが内野心ですけどねこの方も内野心こんなに足りないでしょ。だからまあ本当に食生活悪いお宅のお子さんは本当に不幸ですよね。ある意味で言って。まあある意味っていうか、まあ、不幸ですよ。であのとりあえずちょっと話一回飛んじゃうんですけれどもあのえっと分かってほしいのはね DHA とか EPA ってい言い方してますけどそれがあのえっとあの単独で 体中に存在してるわけじゃないんですよ。他の分子と結合していろんな働きをしてくれてるんですね。で、そのことをちょっとこちらで一応ご紹介しておきますけど、表2にはマージの肉部および内臓部に含まれる総脂質、トリアシ,リアシルグルセロール、複合脂質,脂質、有利脂肪酸、ステロールエステルを構成する。 および DHA 含有率の識別変動を示したと、まあ。とにかく DHA とか EPA っていうのがあの単独にそうあの存在するんじゃなくて総脂質の中にもあるし、えー、ト,トリアシルグリセロールという形でもあるしステロロエステルっていう形でもあるしもういろんな形で、えー、存在しているということなんです。ね、でこちらもあ似たような感じなんですけどホスファシジルエタノールアミンとかあホスファシジルエタノールアミンとか フォスファチジルコリンとかスフィンゴミリエンとか、まあ、そういった形の分子のところにこの DHA とか EPA というのが使われているってことなんですよ。うん、でなんでこんなことをあの改めて言ったのかと言いますとねあのこれがあまあ見る人が見れば分かるという話なんで別にあの覚えなくていいんですけどこういう形で存在している、えー、こ中でこの割合で ね、例えば DHA が 10%EPA が7.6%ねっコ、えー、が 8%9.7% ってことになってくるとまあ大ざっぱに総脂質の、えー、9%ぐらいが DHAEPA とかっていう話になってくるわけじゃないですかでそのことを前提であの、えー、と揚げ油ですよね、えー、まあこれマージそれこそマージですけどマージをあの揚げ油を揚げ物を フライを作るということをやってしまうと、えー、揚げ油との交代があー約65%ということだったので、えー、ほぼ間違いなくこの含有している DHA と EPA はあほぼ全部、あのー、<laughs> 揚げ油の方に、えー、溶け出ているなと。だから、あのー、それ ほぼ,あほぼ全部って部ってもそれでも少しは残ると思いますけどね1割,1割2割は。うん、ですけれどおせっかく、あのーまあ、DHA、EPA のお、ね、大きな供給源、えー、主要な供給源であるわけですからそれで、えー、マージションフライを使っ作ってしまうと、まあ、あの本当にとんでもない <laughs> 病気の原因になるような食べ物に。 えすり替わってしまうんだろうなということを改めてお伝えしたくてえご紹介しました。でとにかくですねオリゴデンドログリアっていうものをですね先ほどのあの随症化っていうものが、あのー、ちゃんとできないと本当はあの精神疾患とか自閉症とか発達障害の原因になるのはほぼ間違いないです。でそれはま,あま,あまたねあの簡単にここを書いてありますけれども、えー、まあ一番分かってほしいのはね脳の酸素構造っていうことで8、えー、類の おかお哺乳類の人間のっていう形で、えーまあ、脳は追加されてきたという考え方があるんですけれども、えー、と例えば大きな音がした時に私らビクッてしてあの一瞬思考が止まるじゃないですかでそれは何でかっていうとあの爬虫類の,あの反応ですすよよね反応をしててくれてるわけで,すよで大事なのは爬虫類のはあの、えー、と漏電する、えーまあ、例えばここ,こが銅線ですね えー、だから、うん、と一般の行動っていうのは絶縁体が回り囲んでているわけなんですけどここはそ,そのまま動線なんです。何でかっていうと反応しないとねえー、知的なあの行動をしてもらったら困るわけですよ。わかるでしょ例えばあの本当に草むらを歩いて草むらっていうか山道歩いてて草むらでドキドキあのなんかガサガサ音がしたときに立ち止まって、えー、その状況 立ち止まってっていうよりも、足がすくんじゃうじゃないですか、ドキッとして。そういう時に、えー、なんていうの、えー。それができるのは、なんでかというと、ここが。導線のように、漏電する、あのー。期間、あの、あのと。電気配線になってるんです。漏電してくれるから、いっぱいエネルギー使って。えー、その。身がすくむっていうことができるんですよ。 その時にあの漏電しないで、えー、知的な働きしゃああの足が進んじゃうと、えー、そこから何が出てくるのか分かんないでしょ万が一それがあのクマだったりとか、えー、マムシだったりハブだったりっていうことになったらあとんでもないことになっちゃうじゃないですかだからその意味であえて漏電する仕組みを取っとっておいてあって、えー、なんていうんですか、あのー 身の安全が守れるように、えーまあ、必要な無駄を作ってくれてる。で、えー、その絶縁体あの随焦化が進むのは人間の脳なんですね。でそこがあ十分に何、えー、て言うんですか随焦化される、うん、絶縁体ができることによって情報を、まあ、スムーズに、えー、伝達できる。 うん、そのことによってあ,の、まあ、ある意味で言うこの、えー、この爬虫類の哺乳類のっていうのはこのロデオという暴れ馬ねこの暴れ馬を人間脳がコントロールしてるわけですよ。だ,だからあ,の、まあ普段の時に例えばあの、まあ、さっきのピアノじゃないですけどピアノをやろうっていった時に。 えー、人間脳の随鞘化がうまくいっていればそのお何情動と,あの、えー、とすぐ立ち上がってしまうっていうのはもうこの何本能ここの部分ですよねここの部分の反応で、えー、がをこの人間脳がコントロールできてないということじゃないですか。ですからそれがあの多動とか、えー、とあとあの衝動性あのよく本当 友達にすぐ手が出ちゃうっていう子がいるんですけど、その衝動性というのもこの人間脳の対小感があちゃん十分にできていないということから起こるわけです。まああのー、いくつになっても、えー、このオリゴデンドロブリア、先ほどのぐるぐる巻きついてるやつはあの修復が可能なので、えー、適切にやればあのー、本当、えー、まあ、ちょっとあの年齢が あ年を重ねるごとに、えー、その改善スピードっていうのは確実に遅くなってしまいますけれどもあの本、ー、当小さいうちにそういう類のことをしっかりと、あのー、やってあげればああの改善スピードはとにかく小さい子ほど速いので、えー、ぜひそのことを頭に入れて、えー、行動していただければと思います。であのこの配信がおそらくあの今日、えーと10 うんと今日はあ4月7日金曜日ですけれどもあのそろそろ本当に、ねえー、買い物ができなくなることが近づいたんじゃないかなと思ってますので、えーまあ、こ,れこれが廃止された時にはもうあの始まっちゃっていると思うんですけどね、えー、安全安心なあの保存食をお備蓄してくださいであとあの本当23週間は でで物が買えなくなくると思ってますのでその時にあの、ねえー、ご家族であの外食とか好きなご主人とかねあとはあのお子さんなんかでお菓子とか、あのー、いっぱい食べちゃうっていう問題抱えてるお宅結構まあほとんどだと思うんですよ。でそういったことを、あのー、徹底的にこ,ここでご紹介しているような、あのー、保存食でを食べさせることによって23週間の間でも随分様子が変わるというふうに あの想像想定されてさ,されますのでぜひあのほんそのねものが買えない時期をほ本当大チャンスに変えてくださいえー、本当にあの3週間ぐらいですごい変わると思いますよであとあのほえっ、ー、とこれまあ辛いんですけど今ちくわ食べた方々から相談いただいてるんですけどあのまあ一見を除いて 全員子どもに打たせてああの食べさせています、えー、のでその方々にはあのーまあ、ちゃんと備蓄はするんだけど、えー、ある程度お、まあ、食べ物をちゃんと与えていったあと5日間から1週間ぐらいあえてもう在庫がなくなっちゃったといって、えー、何も食べさせない、まあ、絶食させることも一つの手段ということで。 ご紹介しています、えーまあ、その辺の、ね、判断はもう本当つらいですけど、えー、ごかあのお父さんお母さんがしていただくしかないんですけどね、えー、とにかくあの詳しいことはこちらに書いてありますので、えー、ぜひあのちくわを食べた方がご家族にいらっしゃるのなら、えー、こちらでご確認ください、えー。それでは今回の話は以上です。ありがとうございました。